はい、どうも、なおちんです。さあ、今日からオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。オクトパストラベラー1はかなりやり込みましたので、2もね、ちょっとやり込んでいこうと思います。最初のキャラ選択画面なんですけども、ちょっとイントネーションが変だったけども、8人から選べます。まあ、これはいつも通りだね。で、最初のキャラ選択、意外と重要なんだよね。簡単なやつで行くのか、難しいやつで行くのか。まあ、最初なんで簡単なやつで行って、2周目から難しいので行ってもいいかもしれないですね。まあ、結局のところ全員、最後には仲間になると思うので、まあ、誰からスタートしても、まあ、難易度が序盤違うくらいだと思います。剣士は簡単だな。踊り子も簡単そう。商人は結構難しくなりそうだけども、好きだよね。で、薬師いいね。狩人、盗賊。狩人、盗賊、剣士。そこら辺は、絶対簡単なんだよね。盗賊とかいいかもしんないね、最初。で、神官。で、学者。学者渋いね。学者2周目のスタートとか、すごく良さそうだ。まあ、とりあえず、1周目なので、ちょっと簡単に行きたいので、盗賊かな？盗賊でスタートしていきましょう。欲しいものは盗む。必ず。これがチュートリアルのボスかな。少し本気でいくか。ここら辺からちょっと強くなってくるかもしれないけども、まあ、ブレイクしていけば問題ないでしょ。あ、一番後ろのやつとかにも攻撃はできるのね。まあまあ、とりあえずブレイクして攻撃を止め、大きくね、攻撃は止めていかないといけない。弱点がなんだろうな。違う、いけいけ、分からん。弱点が分からんけども、どうするか。へえ、心臓がち、いや当たらんやろな。とりあえずそこまでね、こっちの方は強くないので攻撃していきましょう。分かった、これ闇属性じゃない？闇は当たり。こいつをまず倒しとかないとちょっと面倒なことになるね。結構効く。いけいけ。そうね、いやもったいないな。まあいいか、いや、オッケー。で、ここでブレイクできるか。闇はこう、もうちょい。おし、倒した。で、闇はこう、よし、行くよ。オッケー。で、まだちょっとためながら行こうか。オッケー、行きましょう。どれぐらい来た？やってやる。オッケー。戦い方はもう全然わかった。この感じならば多分いけるでしょう。はい、それではですね、プレイ時間が4時間半、過ぎました。これね、時間がいくらあっても足りない。村の人たちと戦ったり、アイテムを盗んだりとかね、いろいろやることがあって、いくら時間があってもこれは足りません。なので、もうその盗んだり戦ったりするのは、もうとりあえず置いて、仲間を集めました。で、仲間全員、一応集まったんだけども、パーティーこんな感じで行ってます。ソローネ、そしてオーシュとオズワルド、テメノス。の4人ですね。まあ、ヒーラー、魔法アタッカーで物理アタッカーを2人という感じですね。まあ、ベストなパーティーだとは思うんだけども、多分、光が一番強い。間違いなく。このキャラクターだけ、アビリティの一番最後のところに、
限界ダメージを 99,999 にするっていう技があったんだよね。こいつが一番強そう。なので主人公は光にした方がいいかもしれない。いや、間違いないかもしれない。光が一番強そうですね。まあまあ、とりあえず一周目なのでこんな感じで、行ってます。まあ後からねパーティー変えてもいいとは思うんでね、これで行ってみました。で、進んでいく中で一つ、絶対取った方がいいアイテムっていうのを見つけまして、そのアイテムがアクセサリーのこれ、繁盛のお守りですね。バトル終了の時にお金が増加するってやつで、装備してるとかなりお得になるやつなので、絶対に入手した方がいいです。で、入手方法ですけども、ここクロップデールですね。このクロップデールに、来てください。踊り子のキャラクターが仲間になる場所、踊り子のキャラクターの初期村になるのかな。ここに来てください。で、ここの、酒場、入り口からすぐのところに酒場があるので、ここの夜ですね、夜にするとこんな感じになります。で、ここ貴族がいるんだけども、この貴族がね、最初ね、めちゃくちゃ酔っ払ってます。この貴族を倒してください。闇討ちをすると、倒せるので、それで倒してみてください。そうすると、繁盛のお守りを入手することができるので、まあ、序盤必ず入手するようにしてください。はい、では、今4時間半なので、おそらく30時間か40時間、それぐらいすると全クリはできると思うので、まずは、アイテムなどは取らずに全クリを目指していきたいと思います。まあ、ある程度は取っていかないとね、きつい戦いになってくるので、ある程度取りながら、全クリを目指してやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。